映画情報番組シネバカちゃん。なぜこんなとこに咲いたその花も訳を知らず、ただ一流荒野に芽吹人知れず顔をしている。吹きすさぶ風に揺れていても折れず、燃える太陽にしおれても枯れず、そこに咲いてるだけでこんなにも美しい。弱さと強さを持つ花よ、めでられるためでなく色を誇るためでもなく生きる。こんにちは。12月28日のシネバカちゃん、今年最後のシネバカちゃんです。早いですね。あっという間の1年でした、はい、ね、これでシネバカちゃん3年目ですよ。そう、丸3年です ね、はい、皆様のおかげです。ありがとうございます、はい、ということで、現在公開中のシネバカちゃん、注目作品をご紹介したいと思います。まずはパーフェクトデイズ、どうぞ。Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. この世界は本当はたくさんの世界がつながっているように見えても、つながっていない世界がある。Feed animals in the zoo.Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. はい、
パーフェクトデイズでした。この先にあの今年の、東京国際映画祭のねオープニング作品でもありました、ね、ちょっとね見逃しちゃったんですよ私もよっちゃんもね。そうですね、ちょっとスケジュールがなくてね、はいはいはい、でもこれあのね私もよっちゃんも見て、はい、これはもう最初に出す、ここもこれですね、最初に出ます、素晴らしい、久しぶりのこれです。いや本当にね、あの多分ね、はい、年間であんまり映画をご覧にならない方がこれをいきなり見るとちょっと退屈に思う方がいらっしゃるかと思う、そうかもしれませんけど、ね、はい、このねあの説明がほとんどなくて、でもこの物語っていうかこのストーリーの行間をね観客に委ねるこの手法ってね、うん、すごい深いなと思って、そうですね、うん、あやっぱビン・ベンダスの中で私は1,2を争うぐらいの作品じゃないかと思う。私も紛れなくこれナンバーワンですね。あのよく撮ってくれたっていう、いつかこういう、ね、日本をこういう日本をねあの撮ってくれる作品があるんじゃないかな。ベンダースはあれですね、その日本にも、はい、造形深いですね。そうですね、あの本当小津安二郎監督をね敬愛してやまない、だからあの多分ねもう日本人スタッフとのコラボレーションも多分ある、はい、たくさんあると思うんですけど、はい、でも本当にね日本の景色とか映像も、はいね、含めてですね、日本以外で日本らしいね、そうそうそう、そ日本の美しいところをねあの撮って小津安二郎っぽいところもまさにたくさんありましてね、はい、素晴らしい作品でした。しびれました私も、うん、はい、また音楽もいいですね、うん、そうですね、音楽ね、こうなぜか洋楽ばかりで、ちょうどあの我々のね若い頃のね60年代70年代これあの、はい、石川さゆりさんも出てましてですね、はい、スナックのママとして、ね、はい、カラオケを歌うシーンがあるんです、はい、これ私がちょっと、はい、おーと思いました。好きですね、はい、であの、はい、あれですね、なんかいろんな役者さんが出てるけど、はい、その関係性とかね、そんなあんま余計な説明全然ないんですよね、そうですね、はい、なぜそうなったのかで、役所さんはほとんどセリフ少ないで す, そうです。だけどあ演技って成立するんだなっていうのが ね, ねやっぱ力量が全然違うんだな、はい、別格なんだなってちょっと思いました、うん、まあ男優賞、ね、カンヌの男優賞もなんか、ね、見事ですよね、当たり前じゃないかなと思いましたけど、本当前半特に前半そうそうそう全くほとんどなかったですよね。でハンデおっしゃるの毎日がね、はい、淡々と描かれるんですよ、はい、でもいろいろねその中でもいろんな事件が起きて、うん、まあ、事件っていうかねちょっとささやかな、はい、いやでもそのね、うん、私一つ一つのエピソードがなんかものすごい愛おしくこう、うん、後々残るっていうかね、あの本当に何気ないこと日常にあることなんですけども、素晴らしい方映画だなと思う。小さな幸せとか豊かな生活とか、はい、生き方っていうのはね、はい、どういうことかっていうのをなんかね、はい、ちょっと示されるような、そうですね、その作品でしたね。忙しさにね暴殺されるこう現代人の、ね、継承というか、はい、それがねすごくメッセージもあります。はい、はいはい、こちらは、はい、こちらの方はですね、現在グランドシネマサンシャイン池袋、吉祥寺オディオン、キノシネマ新宿、木野シネマ、立川高島 SC 館、その他東方シネマズ、イオンシネマ、ユナイテッドシネマ、106シネマズ、T ジョイ、ムービックス等のですね全国のシネコンでご覧になりますので、もう平日でもね、ま、もう満席でした。私ね、そう、はい、木野シネマ新宿で見たんですけど、はい、もう満杯でした。いや満席でびっくりした、うん、平日なのに。私もねちょっともっと地方で見たんですけども、うん、地方って立川の方でね、うん、見たんですけども、失礼な立川に立川の人失礼、あの新宿じゃないですけどあのそこでもね昼まで満席っていうのはなかなか平日なかったですから、ぜひこれは、ね、映画ファン必見の作品だと思います。必ず今年見るべき作品最後にやってきたかなっていう感じですので、はい、はい、ぜひともご覧いただきたいと思います。続きましては Talk to Me、 どうぞ。 Alright, let's do this! 世界中をハイにさせた危険すぎるゲーム、その手を握り唱えると Talk to me 霊がつく。Amazing. 中毒者続出。ただし一つだけ注意が。83 seconds, Jaws, get it off her. I'll split ya. I'll split ya. What happens after 90 seconds? What?何がつくかはあなた次第。Talk to me. はい、Talk to me でした。これね、A24 先週特集しましたけど、はい、まあそれもその時も紹介しましたが、A24 のね、これホラーなんです。まあジャンルとしてはそうですね、ホラーでしょうけどね。
なかなかあのオーストラリアの、ね、映画なんですよね。そういうこともあってオーストラリアンフォロー、はい、ね、でもなんか舞台はなんかアメリカっぽいなんですね。アメリカの高校生の日常みたいな感じではあるんですけど、あの手って何作るの、はい、売ってるの。あれはね、こうある人が、あのその仲間の一人がある理由でこう、まあ、入手してくるんですね。あ、はい、まあ、であれ2って90秒間はその トランスできるっていう、トークトゥミーって言うとですね、うん、入ってきて、で90秒間に終えらないと話さないとですね、大変なことになるっていうね、そういうもう予告でね分かりますけど、やっぱり怖いの怖いの。いや、ね、見る人によって、私あの結構映画見てるんで、あのだホラーの度合いで言ったらそんなことはないですけど、でも面白いですよ、本当にすごく面白いです。あのありそうでなかった映画かなというね、そんな感じがします。これどういう結末で回収するんだろうね、はい、う結末はね、うん、結末本当読めないですよ、読めない。それで最後結末は私個人的にはなるほどってことで、非常にね、その映画作品としてもすごくいい、まああのそれで斬新さってことではないかもしれませんが、あ、なるほどそうきたかっていうですね、ところではすごくこう納得する決着になりまして、これはねなかなかあのなんかいろいろいろんな人のねレビューを見ると、もうこれ見たら夜トイレに一人で行けなくなったとか大人がですね書いてましたから、だからもしかするとあのあまりねこうホラー私結構見てるんであれなんですけど、あのあまりそういう目あの免疫がない方は結構ショッキングかもしれない。 A24 でこういうホラーだったらレッチャン大好物、まあ、そうですね、うん、いやでもね楽しみました。ホラーで楽しむっていうのはいいのかどうかありませんけど、うん、私はすごく楽しみ、やっぱりうまいなとね、さすが A24 だなっていうのを改めて思いましたね。はい、なんかああいう手の人形ってさ、はい、いろんな博物館にあの偉人さんのとかあるよね。ありますよね。大谷さんのもなんかあるみたいな、ね、ありますよね。ちょっと怖くなりますね。ちょっとあれですね。あ、それであのさっきちょうど言いました、これオーストラリアのですね、ダニーとマイケルとマイケル・フィリッポっていうですね、これ双子の兄弟らしいんですね。兄弟の監督で YouTuber だったらしいんですよ。で YouTuber が、まあそういう言われてみると YouTuber が撮ったような映画なっぽいようなところもあるんですけども、ね、そういう方がこれだけ ね、もうこれ A ホラー、A24 のホラーで最大のヒットという記録した、ね、作品ですから、はい、あのぜひあのその辺の、ね、ジャンルがお好きな方はお見逃しなくお願いいたします。ホラーファンどうぞ、はいはい、おすすめです。はい、はい、じゃあこちらの方ですね、現在、丸の内ピカデリ、新宿ピカデリ、渋谷シネクイント、グランドシネマサンシャイン池袋、アップリンク吉祥寺、立川シネマシティ、その他イオンシネマ、ユナイテッドシネマ、109シネマズ、T ジョイ、ムービックス、等の全国シネコンでご覧になります。ご覧ください、ご覧ください。続きましてはファーストカウ、どうぞ。My mother died when I was born and then my father died. I never stopped movingIt's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start. You have a cow. First cow in the territory. I've got a window here, Cookie. Good Lord, give me another. I taste London in this thing.Seems dangerous. So is anything worth doing? これは甘いドーナツで一攫千金を夢見る二人の友情の物語。Take it on our own terms. First cow. はい、First cow でした。この First cow っていうのは、まあオレゴン州の、まあ、西部開拓時代のオレゴン州の小さな村の出来事なんですけど、そこにあの初めて牛がね、はい、飼われて、まあ、これいわゆる富の象徴ですよ、牛を飼えるっていうのはね、はい、そうですね。でその牛一頭しかいない牛から夜中に乳を盗んでミルクを盗んでドーナツを作って、ね、売るというちょっとアメリカンドリームしてちょっとねちょっとしょぼい感じもするんですけど確かにそうですね、はい、まあ、いわゆるアメリカンドリームを求めてきた料理人クッキーと中国人の、はい、移民の、キングクルーというね、はい、この2人のそういう友情物語を描いてるんですけども、
まあ、これオレゴン州のね自然のこう美しさとか ね、はい、まあ、当時 の、 あの、まあ、生活様式というんですか、本当に西部の開拓のね、はい、間もない頃 の、 あの人々の生活みたいなのがちょっとあの描写されてて、はい、すごく面白いなと思ったんですけど、はい、よっちゃんどうでしたか。私もね、これなんて言うんでしょうかね、あの 西部劇ですよね。時代は西部劇なんですけども、あの、まあ、戦いのシーンとかね、当然そういうのもないし、本当に非常に静かな、あの、まあ、男の友情っていうのがね軸にした非常に静かな、ね、うん、西部劇、静かな映画ですね。そんな印象でね、非常になんか心にじわっと染みてくるようなね、うん、あの良作だなと思いました。で、あのこれ監督がね、あのケリー・ライカートっていう ね、あの日本ではあのあまり馴染みはないんですけども、シンバクちゃんでも何度か特集して、ね、1回ね、うん、あの4作品、うん、あの日本未公開作品来た時に、うん、私その時は初めてで4作品とも見たんですけども、なんかもうケリー・ライカートらしさっていうか、なんて言うんでしょうかね、あの、ちょっとね離れたところからなんかカメラを撮って自然の中にいる人間っていう、人間だけをそう描写するんじゃなくてね、常に自然を、自然をあの背景にそこに人間があるみたいな、そんな視点でちょっとねクールな視点の、あまりこうなんていうか主人公にこう寄らないというかね、そんなこう視点のカメラワークで、あの非常にね、おそらくあの好きな方はねものすごく癖になるっていうか、独特のねそういうニュアンスを持った監督じゃなって思ってますけども、まあ、ケリー・ライカートらしいなと思ったのは、はい、あのエピローグとプロローグのね、あ、そうですね、このねじゃつなぎがね、つなぎが、はい、なるほどねっていう ね、そうですよ、ちゃんとね最後にね、ああ、うん、なるほどって、あれはね非常にうまいですよね、うまいなと思って、そうですよね、まあ、映像そうですね、作家的な仕事、はい、そうですね、でもこれもね、あんまり映画をご覧になってない方はちょっと確かにちょっと退屈、動きはね非常に静かな映画です、本当静かな映画なんで、はい、そんなにあの、はい、ね、劇的ななんかシーンがあるわけじゃないので、はい、でもこうなんかじわじわきますよ、見てて、でもこれも A24 なんですよ、うん、ね、いろんな本当映画をね、うん、あの作ってますよね。A24 とケリー・ライカートの、ね、なるほどなタッグ、はいはい、いい作品だなと、ね、ね、感じました、ね、はい、で、まあ、中国移民もね登場します、うん、あと、まあ、インディアンというかね原住民の方とかその辺も登場して、うん、ね、あれキラーズ・オブ・フラワームーンの、あ、そうです、そうです、あれの、あの女性の役のね、ディカプリオの奥さん役ですよ、うんうん、あの方が、ね、もう出てましたね、出てましたね、ちょっとね、はい、うん、はい、なかなかこう見応える、ちょっとね普段あまり見れない映画かもしれませんよね、はいはい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。通好みの作品です、はい、そうですね、はいはい、こちらは、はい、こちらの方は、現在ヒューマントラストシネマ、渋谷ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、シネリーブル池袋、立川シネマシティ、他で、全国公開中です。ご覧ください、はい、ご覧ください、はい、続きまして今週の特集です。世界でのセンセーショナルな、ヒットを記録しまして、エマニュエルを演じたシルビア・クリスティルを一躍スターダムに打ち上げ、日本でも熱狂的なブームを巻き起こしたエマニュエル夫人、ね、これあの50年前になりますけれども、公開、日本公開もうあの世間がざわつきましたよ、ね、話題にもなりましたし、はい、で、この公開がですね、1974年なので今年がちょうど50周年にあたりまして、ね、はい、これがあのデジタルリマスター版ですね、まあ、4K レストラ版で、レストラ版ですね、エマニュエル夫人が、これがあの、はい、復活上映されますので、はい、でこのシリーズ3作品ありまして、ドク・エマニュエル夫人、それからさよならエマニュエル夫人ですね、はい、これがあのデジタルリマスター版で同時公開ということになってます、はい、す、明日、12月29日ですね、金曜日よりヒューマントラストシネマ有楽町、シネブリーブル池袋堂にとって全国公開、順次ね全国公開になっていくと思いますけども、はい、よっちゃんこれ見てるの、はい、いや、見てますけども、当時はねリアルタイムでは見れなかったですね、まだ未成年か18、そうですね、多分16歳ぐらいの時ですね、18歳、ただね私高校かな、その時高校、まあ、通ってたんですけども、その通ってる途中のねちょっと駅の近くにポスターがね、うん、あったんですよ、そこをねいつも見ながらなんかこうドキドキしながら通った、そういう、ね、これ中高生男子はドキドキしますよね、しますよ ね、 ねこのね本当ビジュアルもう超有名ですよね、うん、塔の石に使った、あとその後、まあ、映画も見ましたけども、うん、やっぱり主題歌がね、まあ、後でちょっと紹介されると思いますけども、あれが非常に耳に残りますよね、はいはい、じゃあ第一作の、ね、はい、このエマニュエル夫人の日本国家の50年前の1974年12月21日ですから、はいはい、当然ね50年前ですから、でこれ18禁ですから、はい、
70歳以上の方じゃないと、はい、当時リアルタイムでは見てないのかなと思います。はい、でその後ね、何度もリバイバル上映とか、まあ、そうですね、まあ、テレビとかね、テレビとかでもありましたし、あのされましたから ね、はい、DVD とかもね、出てますからね、はい、多分あの大人になってから見たという方が多いんじゃないかと思いますね。はい、多いと思いますよね。はいはい、でまずはちょっとこの、シリーズの概要をちょっとご紹介したいと思います。こちらどうぞ。はい、エマニュエル夫人 4K レストア版です。で続エマニュエル夫人、さよならエマニュエル夫人がデジタルリマスター版で、公開となります。 4K レストアっていうのはもうなんか元からこうレストアですかね、やり直して、まあ、デジタルリマスターっていうのは、うん、そうマスタリングをデジタルでしたっていうことで、まあ、手間暇は 4K レストアの方がねかなりかかるっていうことになるんです。もともとこれね、はい、当時から綺麗な映像だったの で、ね、これがまたさらに綺麗な映像で、ね、今の時代技術で綺麗にご覧になれるということで、はい、ね、シルビア・クリステルですよ、はい、ね、お世話になった方いっぱいいるじゃないですか。はい、でこれあの、ね、3部作、まあ、3部作と言っていいのか、 たまたま当たって3作品になってますけれども、はい、まあ、やっぱりあの一エマニュエル夫人がね衝撃的でしたし、はい、であの続エマニュエル夫人もの時のね、この真ん中のやつです、そうですね、写画像ですけど、髪の毛がねすごく長くなって、また綺麗になりました ね、 ね、すごい ね一段とこう色っぽいっていうかね、はい、さよならエマニュエル夫人はちょっとねやっぱ少しあのお姉さんっぽくなって、そうですね、ちょっと寂しいね、はい、あれではありましたけど、でエマニュエル夫人これ 4K レストア版で、はいはい、これあのパリからですね夫が赴任しているバンコクにあの、はい、行くんですけれども、はい、このね、飛行機の中からも始まっちゃってますから、そうですね、あれ衝撃でしたね、衝撃の、はい、ね、であの夫ジャンの元であのバンコクに着いてからは、はい、まあ、夫もあの彼女を訪任させて、はい、この、ね、エマニュエル夫人が性の喜びに目覚めていくという、この開拓を、ね、君の美しさを僕は独り占めするつもりないよっていうね、そういうセリフをさりげに、あの、はい、まあ、これもいろんなね、これは女性同士のちょっとね、はい、ラブアフェアですけども、はいはい、あのいろんなこの携帯のね、はい、あのおお、こういうプレーもあるのかとかいうのをね、なかなかこういうのね当時はなかったですからね、まあ、今はねもうポルノとは違うんですよね。そうですね。で2作目がこの「続エマニュエル夫人デジタルリマスター版」ですけれども、はい、今度はねあの香港に舞台を移しまして、はい、夫ジャンが、まあ、赴任してる香港にまたエマニュエル夫人が今度は船で行くという、はい、そういう設定になってまして、であの香港ではですね、まあ、夫とのこうね秘め事もありつつも、まあ邸宅に滞在中のパイロットとかですね、いろんな人とね、手当たり次第って感じでしたね。ね、まあ、その辺がなんかこう、はい、まあ、またこれがね、はい、あの一段と綺麗になったね、はい、シルビア・クリスティが見られる。私この3本だとね、もしかしたら続が一番好きか、あの見てて、これそういうね、ちょっとあのエッチな気持ちで見ても一番楽しめるっていうか。続エマニュエル夫人はですね、はい、あのこの、まあ、音楽がフランシス・レイなんですよ。そうですよね。ね、はい、これもね、ちょっとご紹介できないんですよ、大人の時代で、はい、あのこの続きましてこのサイバーライバリーフジデジタルリマスター版です、はい、これは音楽はねセルジュ・ケンズブルーですよ、はい、ね、これはねあの、サルエマニュエル夫人は、地上最後の楽園と言われたセーシェル島の、はい、にあのエマニュエルと夫ジャンが行きまして、はい、そこにあの映画監督でロケ班に来たというね、はい、監督とのこの、まあ、三角関係と言いますか、まあ、彼らも彼も含めたいろんなこう、はい、ラブアフェアが展開されるというね、なかなかちょっと解説しづらいですね、この手の、ね、この手の作品は ね、 ね、あんまり露骨にやってもらってですし、ね、はい、ただあの3作品とも映像が綺麗なの で、はい、美しいですね、その今までの成人映画とかいわゆる18禁のこういうあの、まあ、いわゆるね、官能系の作品ではない良さが、当時の日本ではまずこういうのね、こういう映画だ、これ女性でも見られるね、そうですね、初めてシリーズになりました、はい、3作品になりましたね、はい、これどうなんでしょう、殿方にはあのたまらない作品ではあったんですけど、これを機にあの、ね、こういう、まあ、いわゆる、はい、まあ、変な言い方ですけどソフトポールの的な、ね、ね、はいはい、感じで、あとイメージビデオっぽい、ね、映像なので、はいはいはい、これは本当に皆さん ね、 あの安心して映画館に足を、ね、まあ、いわゆるあのピンクとか、ね、ポルノ映画を女性が見に行くっていうと、ね、周りから
のあれがあった、今、まあ、当時はあったでしょうけども、ね、エマニュエル夫人なら見に行けると、これ芸術作品だもんみたいなね、うん、そんな形で行ける、ね、あの非常にそういう意味ですと女性が このジャンルの映画を見れるようになったね、あの敷居を低くしたそういう非常に画期的な作品でありますよね。はい、はい、ここでね、まあ殿方の意見なんかはね大体同じね、あのこういう作品は男の人たちは2種類しかいませんから、好きか大好きかしかあのだから好きかったです、うん、もうね別にあの男性諸君に感想を聞いても面白くないので、はい、あの女性を中心にシネバカのメンバー、シネバカの、シネバカちゃんのですねバックボーンであります、はい、シネバカの会というあの、ね、SNS の非公開の映画投稿のグループがあるんですけども、その、 あのメンバーの、まあ、女性を中心にですね、はい、このエマニュエル夫人についての感想をあのお聞きしましたので、それをご紹介します。これ当時やっぱりね、はい、あ、予告編見てないんだっけ。そう、まあ、見てないですよ。ごめんね、じゃあ予告編するのかなと思って。エマニュエル夫人の予告編です。どうぞ、はい、ごめんなさい。Mais je crois que j'aime Jean aussi fort qu'on peut. Oui, je le croyais. Il m'a toujours dit que l'amour, c'était la recherche du plaisir, toujours plus loin, avec un homme ou une femme qu'on a choisi. C'est drôle. Maintenant, je sens qu'il y a autre chose. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu n'es pas ma chose, tu n'es pas ma beauté, tu es la beauté. Si c'est vraiment l'amour, jusqu'où peut-il aller? Est-ce que je suis la femme que tu veux? Encore plus. Je veux te boire. エマニュエル夫人 4K レストラン版の予告動画でした、はい、失礼いたしました。舞い上がっちゃってました。鼻の下目が失礼しました。このね、あのさっき言った音楽、ね、この音楽、私あの思い出しましたけど、ちょっと余談ですけど、うん、日本では例えば70年代ロック、洋楽ロックとか、うん、そういうオムニバス版出るじゃないですか、うん、でね、それ私70代に買った時にね、あの他の洋楽の中にこれも入ってたんですよ。でもめちゃくちゃ違和感があって、ケラリーこうね、ウィスパーな感じのね、はい、全部英語なのにこれだけフランス語みたいなところとね、こういうあれですと、うん、すごい印象に残ってます、はい、ちょっと余談ですけども、はい、そのぐらいね印象的な、でもね、あの残ってる音楽ですよね。すみません、はい、じゃ先ほどフライングしてしまいましたが、はい、ね、あのアンケートの結果をここでちょっとご紹介したいと思います、はい、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、まずお一人目はトシさんからいただきました。性の目覚めかな。小学校の頃、当時のワイドショーとかで紹介されて、とても短い時間でしたが、何かいけないものを見ちゃってる背徳感がありました。しかもお風呂屋さんのテレビで見たんだよな。ドキドキした記憶が。本編は実は見ていなくて、背徳感の刷り込みからか、今なら見れるかも。トシさんからいただきました、ありがとうございました。はい、続きまして、こちら N さんですね。こちらも女性の方ですね。はい、女性です。なかなか正直に言えないけど、素敵なファンタジー映画だと思います。主人公は恐れ知らずで本能のままに自由奔放で美しい。なんとなく映画ピアノレッスンと重なる。庭師がベッドを精一杯素敵にしてたところが好き。N さんからいただきました、ね、女性らしい ね視点がね、はい、はいはい、じゃあ続いて、こちら、なんと水村美咲さんですね。あの11月30日、あのこちらね、シネバカさんにも出ていきまして、ありのままで進めるね、現在上映中の、はい、こちらのですね、そうですね、あのプロデューサーと女優もされてた方ですね。その方からいただきました、ありがとうございます。エマニュエル夫人、お恥ずかしながら見たことがなく、周りで見たという人のお話も聞いたことがなかったので、予告編を見てみました。性的描写の多い作品なのかと思っていましたが、予告編の映像美に魅了されてしまいました。これこそスクリーンで見てみたいなと思わせる作品ですね。年明けには少しスケジュール落ち着くので見に行かせていただきます。
三村美咲さんです。本当にあの上映中の、ね、若い方はね本当にタイトルぐらいしか知らない方は結構多いですよね、はいはい、そうですよね、はいはい、では、続きましてこの女性の方ですね、レゴさんです。いつもありがとうございます。実際に見たのは大学生になってからと言ってもまだ10代だったけど、授業が休校になって当時高田馬場の確かパール座という名画座で女友達3人くらいと、女優さんたちも映像も美しく、いわゆるポルノのイメージではなかったけれども、際どいシーンになると画面が分割されて馬が走る映像になっていたのが印象的でした。社会人になってバリ島に行った時、リゾートのコテージに陶製のエマニエル椅子があって、座って撮った写真今でも持ってる。もちろん服は着てレコさんからいただきましたすごい、これあったらみんな ね撮りたくなりますよね、こう座って、そうですね、素敵な、はい、その写真今度ぜひ見せてください。レコさんありがとうございました。はい、では続きましてですね、あ、これお一人ちょっと男性の方がいってきます。はい、向井博さんです。いつもありがとうございます。公開当時大学4年かな、官能とかエロスとか R18 に敏感に反応する青年でした。したがってリビド旺盛ですごくエッチな気分でドキドキしながらこの映画を見た記憶が残っています。コタンの境地の今、シルビア・クリストルの透き通るような白い裸体があのテーマ曲に揺られてモダエル様を懐かしく思い出しました。まあ、大体これね男性聞くとこういう声もう代表的にね代表的な素晴らしいコメントいただきました、はい、ありがとうございました。はい、続いてこれが最後ですね、はい、マリオン・コブレッティさんからいただいてます。この映画関係の女性の方ですね。あ、そうなんですね、映画プロデューサーとかねされてる方です。全く世代ではなくてタイトルだけ知っていました。多分大学生の頃に一応見ておくかとテレビ放送とかで見たかと思います。さしたるストーリーもなく次々とエロティックなシチュエーションが展開されるのは映画というよりもエロティックなイメージビデオみたいな、正直映画としてはうーんという感想でした。公開当時はかなりセンセーションだったと思うし、女性の性的解放、性的欲求に対する女性の自己決定権みたいな読み解きができるのかなと、マリオン・コブレッティさんからですが、ちょっとあれですね、やっぱ映画関係者だけ業界人の、ね、厳しいですね、コメントですよね業界人のらしいコメント。確かにストーリーってそんなに、はい、なんかあんまり大事じゃなくて、いろんな人と出会って、はい、いろんな人とめくるめく、はい、ね、感動を、はい、でも本当に映像はね綺麗ですからね、うん、そういう形で確かにこのイメージビデオをね感覚で見るのがいいのかなというふうに思いますね。はい、ね、アンケートにご回答いただきました、はい、皆さんありがとうございました。シナバカの仲間の皆さんありがとうございました。ね、なんていうんですかね、これをだからあの知らなかった世代たちが、はい、映画館で堂々と見られるという、はいはい、あのね、18歳以上でしたらご覧になれますので、はい、あのぼかしとかどうなってるんでしょうかね、あの辺はね。最近はね、今だからね、結構、うん、ちょっと当時私あのもちろんあのその後に後年で見ましたけども、確かねもうそれもういっぱいあれですよ、ぼかしとか、うん、まあ、さっきのね、あのぼかしただけだったよね、レコさんが馬の映像になったっていう、うん、それはねちょっとなんかあんまり覚えてないんですけどね、うん、あのとにかく、あ、漢字のところは見れないんだなっていうところはね、はい、ありましたけども、はい。じゃあ最後に上映館も改めてじゃあお願いいたします。上映館ですね、明日、12月29日金曜日からヒューマントラストシネマ有楽町シネリブル池袋ほか、全国でロードショーになります。ご覧ください。はい、はい、今週最後の、今年最後の、シネバカちゃん特集は日本公開50周年記念エマニュエル夫人 4K レストア版、続、はい、エマニュエル夫人デジタルリマスター版、そしてさよならエマニュエル夫人デジタルリマスター版をクローズアップいたしました、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、告知がございます、はい、これあの、江東区にあります、江東区古市場文化センターというあのところにありましてですね、こちらでの、 あの江東シネマフェスバルという、イベントがですね、小津安二郎監督特集のイベントが、まあ、生誕120年にね、深川で生まれた世界の巨匠ということで、はい、1月13日、14日、
それから1月12日ということで、これが開催されます。ね、小津安二郎監督 の特集をね、先々週でしたか。そうですね、ルシネマね、文化し、はい、文化村ルシネマ、渋谷宮下の、ルシネマで開催され、1週間限定で開催されました、はい、小津安二郎監督の作品も紹介されてましたけど、この年明けにはね、この小津安二郎監督のこういう、イベントがございますので、ぜひ評価しております。で、今日はですね、お電話で、前回3週前ですね、12月7日ですね、出ていただいた、はい、木下君にまた解説をいただきたいと思います、はい、電話がつながっております。木下君、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ね、江東シネマフェスティバルね、今回開催されますけど、これ地元ですよね、はい、木下さんね。こんにちは。はい。はい。あ、大丈夫ですか？こちらの声聞こえてます？なんかね、音がずれちゃうんですよね。まあ、はい。地元ですよね。そうですね。古市場文化センターは。こちらですけど、今回作品、もちろん有名な2作品、東京物語とか、秋日和っていう代表作もやるんですけど、それ以外の作品が結構珍しい作品とかもやるんで、特に突貫小僧っていうのは、これ NHK のニュースでも話題になったんですけど、うん、今までって短いフィルムしか残ってなくて、それもちょっと家庭用のフィルムだったのが、なんかオークションに出回ってるのが見つかって、うん、それを買ったところ、それが国立映画アーカイブがちゃんと本物だっていうことで、このゲストで出られる月山秀夫さんという方が多分発見したんだと思うんですけど、うん、それで今回松竹が協力してそのロングバージョンで公開するような形になったっていうことで、オズバーンもほとんど見てない作品で、すごい貴重なんですね、今回。僕もぜひ見ようと思ってるんですけど、はい、そうですね。東京物語と秋日和は、まあ、人気作品なので、で、はい、これね、イベント、上映後のイベントですかね、有名な方が出てくるんで、今ちょっとチケットがもう満席になってましてですね、それ以外でちょっと、おすすめがありましたら、ぜひご紹介してください。まずこの14日に、公開さ上映される3本は全部活弁付きなので、活弁付きの映画がサイレント時代ですね、800円で見れるってもうとても貴重な機会ですし、おじさんってこれ両方とも東京の宿とか1935年なんですけど、うん、この頃ってもうみんな割と日本のサイレントがトーキーになってるんですけど、おじさんで割と最後までトーキーやんなかった人で、で、これは割とそのトーキーじゃないサイレントの晩年の頃の作品で、ちょっといわゆる気がち物って3部作があるんですけど、それの最後の作品ですね。で、あと珍しいのでは、東京画という、これはピン・ヴェンダース、今、先ほどやりました、パーフェクト・デイズのピン・ヴェンダース監督の作品なんですけど、ピン・ヴェンダースっていうのは、自他ともに小津安二郎監督の大ファンっていうふうに自分でも言ってて、で、その東京物語のその、なんかルーツみたいなことで探したくて、それで、自分でやってきて、当時まだご存命だった柳内修さんとか、小津さんのずっとカメラをやってらっしゃる熱田優原さんとかにインタビューをして、それでっていうドキュメンタリーで、とても、まあ、小津作品ではないんですけど、小津映画ファンの人は大体見てるような作品ですね。ありがとうございます。これ、今回、突貫小僧のほか、なんか見る予定もあるんですか？僕は、この作品、東京物語と、おはようと、生まれてみたけれど、突貫小僧4作品見る予定です。あ、そうですか。あ、チケットは取ってあるんだ、じゃあ。はい。はい。今、チケット発売中ですので、ちょっと東京物語と秋日和以外はですね、早めにそうですね、マスクの方はね、満席になると思いますんでね、申し込んでいただきたいと思います。はい、広瀬さん、お忙しい中、ありがとうございます。ありがとうございます。良いお年をお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい。じゃあ、こちらのね、他にもイベントがですね、ございますので、ちょっと地図と、こちらを表有、関連イベントがありますので、こちらもご覧になって、ぜひ、足をお運びいただければと思います。江東区古市場文化センターは、
小津さんゆかりの地でありまして、常設展もあります。で今回常設展にね、いろいろちょっとあの新たな要素も加わってですね、この期間だけで見れるものもございますので、ぜひあの足を運びていただければと思います。はい、以上、告知でした。高等シネマフェスティバル、お知らせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましては、明日12月29日以降公開のシネマカちゃん注目の作品をご紹介したいと思います。まずはラ・メゾン、小説家と娼婦、どうぞ。J'ai une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Berlin の高級商館 La Maison. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre, ou mon livre n'était qu'un prétexte? Sakano Emma がそこで見たのは、秘められた場所で生きる女たちのリアル。Je suis un peu bizarre, tu sais. Je vais écrire un récit honnête sur cette expérience. Dans ce monde qui aime beaucoup trop fantasmer, voilà ce que je vais faire. Ah non, non, moi je suis juste là pour les guider, pour leur fantasme. Je me suis jamais sentie seule, tu sais. Allez, that's for you, Justine. Ok. Je veux juste savoir pourquoi tu continues en fait. 自由と解放を先導する。Si c'était le cas, ce serait grave. 今年最も挑発的な一作。I wanna kiss you. 女たちが見つめ、さらけ出す。What can we do for you today? Je fais du bien. Il faut que vous compreniez quelque chose sur les femmes. La maison, 小説家と娼婦。はい、ラ・メゾン、小説家と娼婦でした。これ実際の小説家作家が、身を隠してというか、まあ、出場を明かさずに高級娼婦の館で実際に娼婦となって、その体験を小説化したという、これ実話なんですよ。ラ・メゾンっていうね、エマ・ベッケルさんっていうね、もうね、赤裸々な小説で賛否両論が巻き起こったらしいです。かなりね話題になったみたいですけどね、うん、これもエマニュエル夫人についてのやつ、はい、ね、と同じような官能的なあれなんですけど、ね、またねエマニュエル夫人とはね、また、はい、私視野でこれ見てるんですけど、あ、そうですか、ちょっとまた違うね、でも美しい映像が続きます、うんうん、でやっぱなんていうのかな、エマニュエル夫人もフランス映画なんだけど、こちらもフランス映画で、でもやっぱね、この官能の度合いというか、官能のこう描き方っていうのは違うので、うん、これ比べてみたら面白いんじゃないかなと思いますね、エマニュエル夫人と、はい、これでもなんかいいんですかね、このエマニュエル夫人にこの作品ということで、今年最後のシネマカちゃん、なんかそういう官能特集みたいなね感じになってますけども、まあ、エッチな2人でいいんじゃないですか、はい、でもこれ言うんですけど、これねちょうどポスターとこれ合ってますけど、さっきこの小津さんのそのねアンバランスとのギャップがすごいなと勝手に楽しんでましたけど、まあ、何でもありのシネマカちゃんです、はいはいはい、こちらは、はい、こちらの方は明日ですね、29日金曜日から新宿バルトナインヒューマントラストシネマ渋谷 T ジョイプリンス品川キノシネマ立川高島前 SE 館ほか、全国で公開となります。ご覧ください、はい、続きましてはブルーバックあの海を見ていた、どうぞ。ブルーバック We're calling ブルーバック They live in the same place most of their lifeI don't intend to leave. You'll always be safe with me. 海洋生物学者のアビー Your home's dying, and I don't know how to help. Your mother's here with us. She's suffered a stroke. Mom, it's me.Your new school can wait. Oh, pirate ducks at that. 海を愛していた母。Exactly what you're doing here. You're going to strip this entire ecosystem. 心が揺らいだ。Come on, you know you can visit. When it comes to standing up for what you believe,
There is no place for cowards, Abby. You and your mum really think you can stop this, don't you? Stop them. You're gonna have to try now. ブルーバック、あの海を見ていた。はい、ブルーバック、あの海を見ていたでした。これはあの西オーストラリアの、ね、海を舞台に、いわゆるまあ環境保護の、まあ、メッセージも含めた母と子の物語ということでいいことだと思うんですけど、あの海洋か、生物学者のアビーですか、彼女があのお母さんが、の病気で倒られて久しぶりに田舎に帰ってお母さんとの交流と同時にその、ね、今の海で起きているいろんなこう、ね、問題を、まあ、見つめていくという、はい、そういう作品だと思うんですけど、これオーストラリアのやっぱ海って ね、まあ、だいぶサンゴとかね、はい、だいぶ環境汚染が進んでいるようなこともあるので、はい、私若い時になんか悩んだりする時した時に浜辺に行ってずっと海をね一日ぐらい眺めるようなことをしていた時があったんですよ。ああ、そうですか。また人生のこの行き先をどうするかみたいな時にね、はい、だからこうねちょっと海はねやっぱ、はい、汚してほしくないなと思いますし、うん、こういうあの物語をねなんか見たい多くの人に見てほしいなというふうにすごく思ってます。私も実は育ちが湘南の方なんで、ね、津市の方なんで、ねね、海はすごく馴染みありますけども、まあでも格別でしょうね、この西オーストラリアの、ね、海っていうのは。これあれですよね、原作がブルーバックっていう、まあ、このそのタイトルの通りなんですけど、ティム・ウィントンっていう方の原作で、なんかこれ児童本のなんか推薦本とかにもなってる、結構日本でも有名訳されて有名な本らしいんですけども、そのティム・ウィントンと、まあ、この原作に惚れ込んだですね、監督のロバート・コノリー監督ですね、こちらが、そのトム・ウィントンと一緒に共同脚本を書いて企画を立てて、映画化したということで、ね、映像が本当すごいですし、あれ本当なんでしょうかね、こう実際の、ね、あの大きな魚とのこう対面とかね、もうこれも、ね、楽しみで、よかったですね。今日は官能特集かと思ったら最後こういう綺麗な映画で終わってよかったんです。真面目なシネバカちゃんの一面もあるんですよ、ね、はい、で主演が宮橋幸子、はい、私も大好きだ このね、やっぱり存在感ありますよね。何で言った人でしたっけ、はい、最初はですねアリス・イン・ワンダーランドとかですね、出てきた、はい、久々っていうか、まあ、いろんなね大事ないろんなあと作品にたくさん出てますけども、はい、またいいねあれを演じていただけるんじゃないかと思ってます。はい、こちらも、はい、しております。はい、こちらも、はい、こちらの方は、明日29日金曜日から恵比寿ガーデンシネマシネシッチ銀座ほか全国順次公開となります。ご覧ください。はい、告知一つ私から忘れてました、はい、明日から、グランドシネマサンシャイン池袋でトップガンのマーベリック、そうです、最上映アイマックスで見れます、ね、はい、ね、おかわりしようかどうか思って、8回目になりますけど、ね、すごい、ね、はい、でもまた見たいですよね、はい、また見たいですね、はい、IMAX で見る、はい、はい、今日12月28日ということで今年最後のシネバカチャンになりました、はい、最後までご覧いただきましてありがとうございます、はい、1年間ありがとうございました、はい、本日のオープニング曲はですね、2018年12月28日公開のこんな夜更けにバナナかよ愛しき実話から主題歌ポルノグラフィティのフラワーをお送りしました、はい、ね、これ見ました見ました、ね、大泉洋ちゃんのね、そうそう、ちょうど、まあ、本当に一番年末この時期に、ね、公開になった映画ですよね、はいはい、同じくの大泉洋ちゃん主演のですね探偵はバーニール、人気シリーズですけれども、はい、それの、一作目の主題歌カルメン巻きの時計を止めてをご紹介して今週今年のシネマガチャンは締めくくりたいと思います。はい、ぜひまた来年見てください、はい、ありがとうございます。良いお年を。
めて見つめて